まだ入ってないと。新人伝行士さんを助けたいって思いでやってるんで。力入ったか入ってないぐらいに。お疲れ様です。天気屋 YouTuber です。ですね、僕、配管の動画とかたまに上げてるんですけど、視聴者さんから、ノーマルの塀っていうのを作ってほしい。作り方を教えてほしいということで、僕とか増田さんはもうね、ノーマルの塀これで作っといてくれって言われたら、対応って感じで、できるようにはなってきたと思うんですけど、僕も新人時代を振り返ってみたら、ノーマルの塀って何？ノーマルできるようになったけど、ノーマルの塀って何？そんなレベル上げてくれんなと。なんか S おるんかなとか、いろいろわけわからませんでした。増田さんもどうでした？塀の意味がよくわかんない。ね、塀って何みたいな。多分こう、今、検索してこられた方って、同じような方、僕らの新人時代の方だと思うんで、僕は新人勉強おじさんを助けたいって思いでやってるんで、今日は僕こういうキット用意しました。手作り感満載なんですけど、やっぱり配管で大事なのって寸法通りで、まあ、曲げ加減、手曲げの調整とかそういうとこだと思うんで、今日は増田さんに一から全部こうと思ってやってもらうんで、僕がお題というかこうやってくれという指示をしますんで、増田さんはその説明をしながら曲げてください。はい、で今日はですね、ここにボックスがあると想定しましょう。だからここで配管を止めてほしいです。この木の端からで、配管はもちろんハンガーレールのセンターを通る手で、今ここにもボックスかなんかがあるとして、このレールのもまた止めてください、はい、って感じでお願いします。はい、このまま折るときって、こう、側面から当てて寸法を測るんで、センターって書いてあるんですけど、センターでこの幅取っちゃうと、90、19だと、まあ、約1センチずれちゃうんで、そこからの寸法で測るんで、この寸法でセンターで取っちゃうと、この半分ずれちゃうんで、まあ、ちょっとの差なんですけど、大きい配管になればなるほどずれてくるんで、ここだから、ここから真ん中から計画するんじゃなくて、まあ、逆算してもいいんですけど、測りやすいように、こういうパックで、こういうイメージで測ってあげれば、端面で合わせてあげれば、いいと思います。はい、芯が230で、遠抜いた下抜き240。240のノーマル、こちら240ノーマルで、ここか。この芯が、こっちもだから、このセンターで描くと、起きた時にずれちゃうんで、遠抜いて、下抜きで。濃いですね。この外面が遠目ずらしたところに当たるように、かかってあげれば、バチッとくるはずなので。750がセンターなんで、760か。合わせたらどっかに。こっちが240です。240。このイメージは、こう投げて、こうやって。こうか、540。そういうノーマルを、作っていきます。今のところ、皆さん、お分かりでしょうか。分からなかったら、コメントしてください。なんで、あ、短い方の方が楽なんで、240のノーマルで、こっちはもうちょっとカットしたいと思います。240で、これがノーマルなんです。で、こちらは160バック。分けていきます。ビタビタで勝負するんですね。勝負です。ちょっといいのも面倒くさいですね。確かにね。そこちょっと力んで折りすぎるかな。僕の長く切るやつは結構入ってきますからね。ですか。うん、厚棒配管やったらどうするんですか。厚棒っていうのはネジがあるから、その時はその時だろうと思うんですちょっと戻して、戻してこの地面が下がってる、まあ、このもんね。これが240数です。一発勝負145ですね。まあまあまあ、OK です。で、もう60できたんですけど、こう起こす分あるんで、ちょっと長い方が、ここから上げてくるんで、上げればちょっと短くなるんで、もう60なんで、70度に、先起こしてあげて、切ってもいいかもしれない。そうですね。その方が確実かもしれない。そうですね。先起こされへん場合とかもあるんで、切れたら、ね、70で。切れば、それも短いかな。15ぐらい。75。今回お題の塀なんですけど、なんで塀やねんって言ったら、そういうあのひらがなの塀って、その通りです。への字に曲げるってことで、塀折れってよく言われるんですけど、この場合、この場所が80なんで、ここの25のハンガーレールの幅が変わらないんで、80、これだけ当てたらなんか、この分を塀折るってやってる、この分80当てたらなんかので、から、この地面から、長い方から、ここの底面が、80ここまで来るぐらいまで こっちにグーッと上げるという感じで、今回はこんだけこのところの幅があるんで、あ、折れてるとそれから上げていただければ十分に、まあ、幅があるんで、この上げていただければ十分に止まると思うので、はい、行ってきます。これはこの水泳の
一応できたんで、せっかくここまでやったんで、マサさん。はい。ハンガーカドルですね。これハンガー用か。ハンガー用。ハンガーカドル。19のハンガーカドル。これ皆さん知ってる人としてない人多いと思うんですけど、これがハンガーレールで、ネットロスでガッターレールっていうのがあるんで、ハンガー用とクリップも変わってくる。ハンガー用がある。ここにガッターがつきません。まあ、つけれる方もあるんですけど、それはまた落とせます。え、そうなんですか？ちょっと聞いてますね。あ、ダクターにハンガーを曲げてますけど、あるあるですね。これダクターに怒られる。ということで、配管やってもらいました。まあ、ちょっと今回ここが短くなってしまったんで、プラス足してたのは長めにしといた方がいいと思います。僕10ぐらい比率がなるかなと思ってプラスしたんですけど、このまあレールの端根が5ミリぐらい足らないんで、足地上げるにやったら20プラスしたらちょうどぐらいかなっていう感じです。まあ、これ賛否両論なんですけど、僕はまあ薄光配管とかネジが関係ない時はもうざっと50とかもったいないとか言われるかもしれないですけど、ちょっと長めにしといて後から切るスタイルです。で、増田さんは今日なるべくバチバチを狙ってくれてやったんですけど、まあ、これぐらいだったらね、正直全然いけるんですけど、そういういろんなねやり方があるんで、長めに切るスタイルでもいいし、バチバチ狙ってもいいし、そこはまあいろいろやってください。あとはなんか配管というかアドバイスがあります。そうですね、さっき初めに言ったこの底からなのか、センターなのか、方寸法取るのを所感と、センターで取ると方寸法変わってくるんで、ちょっとね、初め取るのが分からへんかったやってみたら分かってくると思うんで、そうですね、そこからの寸法と、センターからの寸法間違いない。だからやっぱり配管のね、回転とかね、大体覚えとかないと、その半径を出したりするんで、25やったら25やから12.5とかね、その辺をまず覚えるのも一つかなと思います。で、取る方間違えへんとか、まあこれはどっちもその対策的にか、他の方を間違えて、現場ダークに逆に曲がってるとかあるんで、こう、イメージしたまま持ってあげる。特に角度が遠いとね、そうなんですよ。すぐ決まったものを入れたら逆やんけってなる時あるんで、このココス向きを間違えにしてあげたらいいと思います。あるある。逆に曲がると思います。ってことで、今回、配管動画編終わろうと思います。まさかのフォロワー、50ぐらいになりますか？そうですね。100いくかなぐらい。インスタの方もバシバシ伸びていってまして、多分次、パナソニックの私がマサさんも選ばれると思うんで、勝手に僕は言うてますけど、なんかもう、僕の電気屋 YouTube に出た人ばっかりで、ということで、電気業界盛り上げていこうと思うんで、マサさんもインスタやってますんで、フォローお願いします。よろしくお願いします。とりあえず、面白くしたいです、電気屋を。